は、堀江です。今日は前回の動画で、今年の目標の一つである身軽な人になることについての、どうやったらその身軽な感じに近づけるのかなっていうのを自分なりに考えたので、それを話していこうかなって思います。まず私はもともとの性格的にいろいろ考えやすくって、それを割と自分のこととして全部引き受けがちなので、それをまず手放していこうかなっていうふうに思いました。これは去年もいろいろ心がけてたんだけど、さらに、それをブラッシュアップするようなつもりで今年日々心がけたいなって思っているので、あえてこうやって動画で話してみてもいいかなと思いました。そうやってたくさん考えてしまうことが私の中での重さにすごくつながっていることがたくさんあるので、それを一つずつ手放すようにする、あまり考えないようにするとか、意識的に改善していきたいなって思うことが、いくつかあるので、それをここに残していこうかなと思います。まず引きずらないことを気をつけようと思います。何かが起こった時に、表面的には見せないようにそういう努力はするけど、実は心の中で引きずってたりすることってあると思うから、もう必要以上に重く捉えずに、引きずらずにすぐ、手放せるようにしていこうかなと思っています。あとはそれに近いことで言うと、いろんなことに執着しすぎないようにしたいなって思います。結果もそうだし、いろいろあると思うんですけど、執着してることって、それをね手放していこうかなって思います。あとはそうだな、いろんなジャッジがあると思うので、そういうことに対しての執着も手放そうと思っています。あと手放すことで言うと、体の重さ、特に私は食事に気を使えてないから内臓が多分ずっと重いので、その辺もちょっと軽くしていきたいなと思ってます。あとはむくみだな、むくみもしっかりとって軽くしていこうと思います。それの手放しができたら、私が思う身軽な人、軽やかな人に近づけるんじゃないかなって思うので、その辺を徹底的にやっていきたいなと思ってます。で、その身軽な人についてさらに考えてみたんですけど、まず颯爽としている感じ、爽やかさがある人と、多分ね体が軽いから身のこなしが軽やか、素敵で、判断が早いと思います。パパパってで判断した時に瞬発力がある、行動するにも瞬発力があったりとか、何事もパパって決めれる人、そういう人になろうと思います。その上でいろんなね局面があると思うので、自分の考えに固執せずに柔軟性を持って道を変えていけるような人になりたいなって思います。これが私が、今年目指したい身軽さです。たくさんやらなきゃいけないことがあるけど、まあ、集約されてる気がするので、それを目標にいろんなことをやっていけたらいいなって思っています。そんな感じで動画2回にわたって、今年の目標の1つ目の身軽さについて考えてお話ししてみました。これは私用の記録でもありますが、もし、これを見てくださった方の何か参考になればさらに嬉しいなとは思っています。今年は
いろんなことにいつも自分の中でフォーカスして深めていることをアウトプットしていけるようにしてしたいなと思いました。こんな感じで今日は、目標の一つミラレサについてお話しさせていただきました。見てくださってありがとうございます。また撮ります。バイバーイ。